というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。前回までで、ガンダムのアニメの前話ですか、振り返りが終わりまして、今回から、今回からね、ちょっと、プラモデルの話もあるんだけども、それはもう本当にラストにしておいて、やっぱキャラクターをね、ちょっと紐解いていくじゃないか、紐解くほどの、知識っていうんじゃないですけど、イメージですよね。それぞれの、なんで、ちょっと、今回は主人公になるのかな、よくわかんないですよ、これ主人公っていう設定があるのかどうかもよくわかんないけど、みんながみんなって感じなんですけど、まずじゃあアムロです。アムロレイ。アムロレイですね、これね。アムロレイ、これは。これは僕一番最初に見た時にも質問したんですけど、そのもうなんか宇宙に行っちゃったから、国籍っていう概念はないじゃないですか。いや、そうです。だからこのアムロレイは、いわゆるこの日本語のアムロちゃんみたいなアムロレイなのか、そのレイアムロなのか、名字どっちだろうとかって思っちゃったんですけど。でもアムロが横文字って感じはなんとなくしないんで、やっぱり他のメンバーを考えると、一応日本人設定なのかなっていうふうに思うんですよ。ハヤトとか、ただその共通語がみんな日本語って、そうそうそう、謎の世界観なんですけど、戦争ですから、で、場所が全部ね、サイド6とか全部横文字ですから、これ和の名前ないですからね、全くね。僕ほんと小林隼人とかそのぐらいですよね、小さくなったら。ないない。なんでちょっとアムロ、はいはい、いきなり脱線しました。まずじゃあ僕から、まあじゃあ僕がのイメージと翼くんのイメージを両方ちょっと話してみようか。アムロに対して、はい、やっぱ僕はね、前にも話をしたと思うんですけど、ちょっとやっぱエヴァの怒り心理とすごい重なるんですね。プライドは高い、でもなんかちょっとバカにされたりミスしたりするといちいちイジイジしちゃうと。はい、もうこのね、アムロが膝抱えてなんか拗ねてるとことかね、なんか牢屋に入れられたようなところもありましたね。ありますね、部屋でこもってる時とか。ああいうのはもうほんとね、碇シンジ君でいうと、もう逃げちゃダメだ逃げちゃダメだみたいなね、こうなってる時もそんな感じなんですよ。はい、でほんとに最初にね、たまたまガンダムのそのマニュアルを拾ったことによって急にね、人生が変わったというか。いや、もう本当に激変ですよ。だから本当にただのメカオタクですよね。家行ったらなんか本当に時計とかラジオとか解体しちゃうような、多分こういう子なんでしょうね、きっと。それが、ガンダムというものすごい性能のある、モビルスーツに乗って急に殺し合いをするわけですよ、言ってしまえば。だいぶ飛躍しましたからね。そうです、一般のオタク少年が軍人ですよ急にね。そうそう、パイロットでね、一番やばいとこですよ。そう、だからなんかね、本当に、でも彼にとってはその戦争っていうよりも操縦するというところにも楽しみを見出してるわけだから、だから連邦軍の中にいるんだけど、やっぱりブライトとケンね、怒られたりとか、そういうね、合わないじゃないですか。で、カイトも最初はね、ちょっとなんだこの人はみたいな雰囲気あったけど、最終はやっぱりね、このなんつうのかな、一般の社会でもそうだけど、オタク君とヤンキーって意外と噛み合ったりする。実はね、そうそう、絡まなかっただけで、なんかこういう人なんだっていうので、意外としっくりくる。逆に気難しいブライトみたいな方のがなかなかね、合間見れることができる。はいはい、そんな感じなのかな。で、ちゃんとね、女の子もいるし、でね、そこそこ恋するじゃないですか。いやー、そうですね。ちゃんと思春期の男の子ですからね。そう、マチルダさんに惚れ、もう一目惚れですよね、あれね。びっくりしちゃった。そんな簡単に言って。はい。で、ハモンさんに可愛がられじゃないですけど。で、フラウボーにも好かれ、っていう感じでね。はい。でも、セイラさんと未来に関しては、なんだろう、年上すぎて対象じゃなかったのかよくわかんないですけどね。ちょっとそういうところで。で、結局、なんだろうな。最初はガンダムを動かしたいっていう気持ちから、今度はもうちゃんとね、あの人に勝ちたいとかもそういうことを言い始めるんで。はいはい。だからもう完全に途中から軍人になって、ニュータイプなんでね。そりゃそうだと思う。そういう素質を持ってたんだなっていう、そういう感じですかね。ただやっぱりなんか、好きにはなれないキャラクター。ずっと言ってますよ、っていうイメージですかね。はいはい。じゃあ、翼くんですか？はい。かぶるところももちろんあるんですけど、まず一番最初に疑問だったのは、なんでフラウボをアムロのこと好きなんだろうと。幼馴染みたいな設定ね、あれ、街が一緒だったから。そうですね。ちょっとオリジンの話にもかぶると、中学生、なんかあれですよね、テムレイ、親父と一緒に来て、そこからなんか一人浮いてたアムロに、なぜかフラウボが話しかけに行くみたいな。だからなんか僕、あれを見た段階、映画の一番最初、見た段階では、過去にフラウボを助けたとか、なんか
かっこいいことがあるのかなと思ったら、うん、あれじゃただ単に機械オタクが好きな女の子みたいな感じだったから、うん、そこなんでだろうなって思ってたんですけど、うんうん、まあ、割と性格面でいくと、うん、結構、まあ、スタッフさんは嫌いって言ってましたけど、うん、割となんでしょう、王道の主人公というか、うん、いろんな、まあ、アニメのね、王道はみんなうじうじしてますからね、大体基本的に弱いところをこじめられっぽいよね、そう、まあ仕方ないです、伸びたってこれはもう最初にそれを気づいちゃったからねそう、もう逆にですけど、あれ主人公がランバラダだともう成長がないですからもう最初からかっこいい男の生き様を流しちゃいますから。でもアムロっても最初はオタクで、なんかこんなことに巻き込まれちゃってもやだやだとか言ってたのが、だんだんその責任感が出てきたりとか、まあ、あの圧倒的だったのはお母さんとの別れのシーン、まあ、そうですね、あそこでその自分はだって、まあ、お母さんに拒絶されたのはあったけど、あそこでもう俺はこの人から独立してもう国っていうか世界を救うために戦ってるんだっていう自覚が出て、あの時にはもう自分を軍人と思ってなってました、うん、まあその後結局ブライトと喧嘩してもニュータイプのあれでありましたけど、うん、でもそういうのもありましたし、もうやっぱ一番最後結局アムロがもう試合じゃないですけど戦争を決めたみたいなもんもあるじゃないですか、うん、っていうその能力的には最初からもうチートだなと思ってましたけど、一、うん、回乗るだけで狙った場所いきなりさせんのかとかって思ってましたけど、うん、まあね、だって最後はどちらかというとオタクなのにフェンシングまで来てますからね、そうそうそう、もうだからニュータイプって強えなと思っちゃいましたもんまあでもそういうアムロ、うん、僕結構嫌いじゃないというか、そう、思春期、なんかあのガンダムの世界観ってみんな平均年齢高く見えますけど、うんうん、まあ13、4だったら中高生の話ですよ、ね、そうそうそう、だとまああんだけなってもおかしくないのかなって思うけど、そう、ただそこにね気づく子供たちいないんですよまあ実際リアルタイムで見てたらね、もうあれ本当に大人になってみると、はい、あ、みんな大人たちは死んじゃったんだと、少年兵しかいなかったんだなっていう設定が分かりますけど、はいはいはい、子供はもういきなりバンと最初からその目で見てる、そうですね、なんか確かにそうですね、子供目線からするとかっこいいヒーローではないですからね、うん、僕はどうしても言いたいのはやっぱりお父さんもお母さんもある意味なくしてるから、うん、ちょっと同情しちゃうなっていう、うん、これがアムロに対しての率直な感想です、ね、まあ、僕が一つ褒めたのハローを作ったのすげえあれなんか気づいたらできてましたね、そうそう、ハローってあれ、そっか、アムロが作ったのか、そうそう、あ、すごいやつですよね、すごい、よく考えた、欲しいですよ、誰もが欲しい、アムロジャニーは、うん、ハロは欲しい、一家に一台ルンバみたいな感じ、そうです、ね、あれ欲しいですけど、はい、じゃあ次その対局ですね、はい、じゃあシャーでいきましょう、シャーいきますか、はい、はい、これシャーアズナブル、アズナブル、でも本名は違いますね、キャスバルダイクなんとかダイくんですよ、あ、なんとか作ってたんだよ、はいはいはい、ね、うん、ちょっと調べて、キャスバル、はいはいはい、キャスバル兄さん、ジオンダイクの息子ですよ、はい、これね、まあこれオリジンを見てるとわかるんですけども、うんうんうん、まあちょっとオリジンの話はね、ちょっと端折ろうかなと。わかりました。資料も何もないんでね、ちょっとね、はいはい。うん。これシャーという名前は、これは人の名前なんでね。ですね。人の名前なんです。いくらこいた。本名のキャスバル。これがもう正しい。だからセイラさんがキャスバル兄さんと、これ本名で呼んでるんですよ、うんうんうん。シャーは全く別人です。本当に別人だ、ね。これはもう、驚愕のね、ことであって。いやー、全然気づかんない、うん。当たり前ですけど、うん、はい。だからね、ほんとこの当時で言うと、まあ、シャア、いつもゴーグルしてるんですよね。だけど、イケメンじゃないですか、外すと。まあ、ありがとう、もう、うん。すっごいイケメン。だから、なんだろう、なかなか斬新なんですよ、当時で言うとね。はい、1980年代にやってたものとして、はいはい、子供目線で、悪者になりうるこのジオン軍にイケメンを入れる。はい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 。これ、斬新ですよ。当時にしたら、新しいやつ。そうそうそう。はいはいはい。でも、やっぱり、一味違う戦い方をする。うんうんうん、赤い彗星ですよ。いやもう、これかっこいいわ赤い彗星のシャアは。もう言われたかったです、赤い彗星と。赤い彗星のシャア。そうそうそう。ねえ、とにかくかっこいい。モビルスーツの性能が違う。早いんです。3倍だものって。はいはいはい、全部赤です。いや、本当に赤いもんね。金髪でしょ。はい。シャア、アズナブル。アズナブルなんて、二度と口にする。それは髪色がね、セイラさんと一緒っていうのはね。実はね。そうそうそう。はいはいはい、そういうのちゃんとある。まあ、この人は、まあ、なんつうのかな。まあ、結果的には、まあ、その、自分のお父さん、ジオン大君が、うん、まあ、ザビ家に殺されたと、はい、まあ、そういうことで復讐心ですよね、うんうんうん、まあ、それを持って、まあ、ジオン軍の方で戦うと、はい、まあ、最終は目論見としてはもうザビ家を殲滅するっていうのが、まあ、本当ね、目的ですよね、はい、だからまあその相手がたまたま連邦軍だったから、まあその一戦を交えてるわけであって、本当の狙いは違うんですよね、うん、好きやらば殺してやろうと、別にね、うん、はい、まあそういう感じだからこその、なんつうのかな、憎しみがないんですよね、全然ね、その連邦に対してのね、うんうんうん、戦い方とかを見ても分かるけど、はい、まあ
今回もやっぱりその戦いに関しては、まあ、士官学校のところを見ると分かるんですけど、うん、はい、やっぱりエリートなんで、やばいですね。で、まあ、相手を倒すというよりも、まあ、要するに自分がモビルスーツを操縦して相手のモビルスーツを破壊すると、まあ、ここら辺の目標だけで戦ってる感じです、ね、うん、はいはいはい、まあ、だからそれがまあ使命だという感じでやと、うん、まあ、そういう感じで、まあ、なんかやっぱり士官学校の時とかも見てても、まあ、何にしてもやっぱり、うん、声もいいしね、もうエリートになりうる感じもガルマがまあ小せい小せいガキでしたね、本当に小さい、そこにそこまでガルマはものすごい周りに取り巻きがいっぱいいたのにすごかったもん、ちょっと悲しくなるぐらいにね差があって、ただあの山のシーンですね、はいはい、訓練の最後のやつですね、そうそう、はいはいはい、あそこは本当にガルマを救った、うん、で殺そうと思えばあそこでガルマまず一匹できましたもん、一匹いけたんだ、はい、あそこでね、ここで一匹終わり、うん、まあ、放置したって投資したかもしれないですよあれね、でもそこを助けたっていうのはやっぱシャーナリのそのちょっと情がね、うんうんうん、芽生えてたんだろうなと、うんうんうん、何にしてもまあガルマも途中でね、はい、シャアを認めて、はい、うん、ちょっと友達っていうね感じもあって、はい、まあ、本編の方でもやっぱね旧友じゃない、昔なじみじゃないかみたいなね、そういう接し方をね、まあ、してましたから、はい、まあ、ちょっとそのなんつうのかな、やっぱガルマがちょっと悲しいなっていうところにうまくそのねやっと、うん、まあ、全部操ってのシャアなんですよね結局ね、そうですね、裏で全部やってるのはホットシャア、オリジンの時のガルマの制圧、はい、まあ、要するに一年戦争が始まるきっかけですよね、はい、あれも策を知恵を入れたのはシャアですからね、葉っぱかけてますからね、そうそうそう、はい、手柄を上げるじゃないけども、はいはいはい、うん、まあ、やっぱそういうところがねすごく良かったかなと、うんうんうん、であとオリジナル牧場に残ってるのはあれですよ、一人の男をはめるとこあったじゃないですか、一人の男っていうのはまあ要するに味方って分かってる、ね、相手の機体に乗って突っ込んで、はい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 、おいおいキャズマル、おいシャーカもその時は言ってたやつだ、あそこね、あそこちょっと悲しかったね、あれね、唯一まあ向こうは本当善意だったけど、そうです、シャアが別人だというねのを分かってる男の子です、ダイ君の息子と分かった上で俺は協力するぜって言って、そう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 、何にしたってあのゴーグル作ってくれたのは彼です、そう、あれがいなかったら今のショーもなかった、はい、これタイトル青い瞳のキャスバルです、そう、もう、ね、要するに目の色が違うシャーと、はい、本当のシャーとは目の色が違うからバレるって言うんでいつもサングラスをかけてた、そこにサングラスよりこれの方がいいだろうっつってやつが発案してくれたゴーグルですよ、逆にめんどくさいですね、いやそう、あれはまあでも要するにスポーツタイプのメガネと同じで落ちないよってことなんです、動いても大丈夫って、はいはいはい、はい、だからもう彼は全然悪意ないんですよ、うん、いや本当ですよ、ただ知っちゃっただけでも、このキャスバルという男に対しては真、ね、好意を持ってるわけです、うん、だからくっついてたんだけども、まあ、やっぱりその疑念をはっていうかね、マイナスな要素は消し去ろうっていう、まあそこでね、非常さがね、まあシャアの醍醐味、まあ非常なんですよ、心はすごくやっぱり、ドライドライ、あ、やっぱそれは幼い頃のね、いろんな、まあ、もちろんもちろん、はい、過去さ振り返ったらそれはそうだっていうと、やっぱりそのなんつうのかな、最初は完全にもう自分が上ってよ、はい、うん、戦い方をしてたのがもう途中からどんどんアムロが成長してきて、そのアムロを認めていくところ、うんうんうん、でもお互いなんつかもう戦争関係なくのライバル心というか、そうですね、はい、まあ、ちょっとそういうのをね持ち始めて戦っていくっていうのもなかなかその急にねエリートだったシャアがすごく泥臭くなるじゃないですか、うん、最後の方は最後は本当に、やっぱララのこともありますし、はい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 、いやそこなんですよね、そうあそこで大佐邪魔です言われちゃったんですよ完全に戦力外通告されてますから、そうそうそう、ゲルググに乗ってるシャアが邪魔って言われてるんですよね、なんでみたいな感じで、そうそう、もうプライドもヘッタグルもないですよあそこはねそういうところでもう吹っ切れて、はい、でまあララが死に、うんうんうん、もうがむしゃらになるようなところが最後ちょっとそこが良かったんじゃないかって、うん、シャアに対して、そうです、人間味というかね、うん、はい、が出たところ、はいはい、こういう、うん、感じの印象ですね、はい、もうだいぶ言われましたけどこれなんか馬娘だと逆なんだけど、ね、はいはい、うん、そうですね、まあ、結構もう言ってくださったというか、うん、もうあながちその通りというか、うん、僕もシャアってまあ最初はかっこいい、うん、なんか敵だなというか、うん、敵なのに紳士的というか、うん、結構その連邦軍には、地球に降り立った時に、うん、ジオン軍って連邦の領地に入って好き勝手するみたいな感じのあれだったけど、うん、まあ一応中立地帯とはいえ、うん、あの道路でアムロと会った時に連邦の人だろうとこう、うん、まあそれを自分の目的が連邦の制圧じゃないっていうのもありますけど、うん、優しくやるとか、うん、ですごい男らしいとか、うん、でそのなんていうんですかね、パッと見すごい紳士的いい人って感じなのに、うん、まあ、さっきも言ってましたけど、うん、こう実はいろいろ考えてて、うん、この
こいつをうまく使ってやろうとか、うん、ああだこうだっていうのが、うん、あそういうなんか裏の使い方がかっこいいなって思ってたら、うん、オリジンでまあああいう過去がありましたっていうんで、うん、なんか切ないなとか思ったんですけど、うん、まあそのオリジンとまあそうですねスタッフさんが言ってないことで言うと僕が言う一番逆に印象残ってるのはガルマ殺したことなんですよ、うん、あれは、まあ、最初見た時はもちろん衝撃でしたけど、うん、ザビ家だったことなんか裏目みたいなこと言って、はいはい、なんでってなってたけどそのあそこで一回助けたんだな崖のところで、うん、だったらもうなんかその友情を持っていって、うん、なんかこのガルマとシャアが仲良くなって、うん、他のだからちょっと話するけどドズルも殺す必要なかったかなと思うんですよ、うんうんうんまあ、ドズルは殺してないですからねまあ結果的に死んじゃった確かにあれ自滅そうなんですけどまあ自滅っていうかガンダムにね、うん、やれましたけどまあそうですねギレンとキシリア、うん、まああと一番偉いギレンギレンじゃないデギンまあまあまあと思うんですけどガルマは殺さなくてもよかったんじゃないかな、うん、だからまあ別にねいたところで邪魔にはならなかったそう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 、うん、だしまあいいやつだったじゃないですか、うん、ガルマは、うん、だからまあ言えば打ち解けたんじゃないかなっていうところから、うん、まあもちろん過去のすごいいろんなことあるから分かるんですけど、うん、あれに狂ってるというかだからそういうモヤモヤ、うん、やっぱガルマファンもいたと思うんですよ。いや、それはそうでしょうね。だからそういうのもこの作者の狙いなんじゃないかなっていう。ああ、まあそういうところで、うん、と思わせるみたいな。そうそうそう。あ、でもやっぱ最後まで見て、まあ人間臭くなっていたとかよかったね。うん、はい。まあでもまあ僕も総じてシャアはかっこいいイメージですかね。うん。そう、でもね、やっぱ僕思い出すとね、はい、まあ本当に子供の頃ってね、連邦正義、ジオン軍、悪ってイメージだけど、うんうん、大人から見ると、シャアがやっぱり主役に見える。ああ。このハンサムなんだからっていう。はいはい。ああ、見た目的にそうそうそう。そうそうそう、はいはい、そういうのもちょっとねビジュアル的な層によってね、はいはいはい、うん、違うなっていう、うんうんうん、まあまあ今回はねアムロシャアとまあ、はい、2大トップですね。そうですね、ガンダムというのは、まあ、主役の2人って言っていいんじゃないですか。これはまあそうでしょう、まあ、紐解きましたけど、まあ、次回はじゃあちょっと予告しておきます。これもまあ、お誰ですか今までのガンダムシリーズ、はいはい、で次回はね連邦だからセイラさんいきますか。セイラさん、はいはいはい。でまあじゃあジオン君、まあ、これガルマ言っときます。じゃあじゃあもういきますか、はい、はい、じゃあまあそのセイラとガルマでということで、はい、どうも、はい、ありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。